小垣育ちです。今回ご紹介していただいた野菜なんですけれども、ちょっとだけ葉っぱを剥いてみると出てきますかね。じゃあロマネスコですね。綺麗ですね、この形。この形が自然になるって、なんか不思議な感じというか、なかなかないと思うんですが、ロマネスコ、いろんな呼び名ありまして、カリッコリーなんていうカリフラワーとブロッコリーを掛け合わせた名前みたいに呼ばれたりもしています。なかなかこの模様はないと思いますが、基本栽培方法はブロッコリーと同じでいけますね。で、味についてはどちらかといえばカリフラワー寄りといいますか、コリコリした、甘みのある商品ですね。で、まだまだ日本ではあまり普及がしていないので、結構貴重なお野菜になってます。もちろんサラダにもいいですし、天ぷらなんかにも使えたりしますね。これはまた、うちのような、高冷地というか、寒冷地というか、だいたい標高800前後ぐらいですと、夏と、秋終わりぐらい、年2回収穫できたりしますんで、平地だと逆にちょっと難しいですね。冬採りにするのかっていうところですが、夏にはちょっと、暑さに弱いので難しいので、また別の作型にはなると思いますが、こういった面白いのもあるので、ぜひ栽培してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。